日本暗闇に覆われたこの国では85%もの若者が自分の存在価値がわからないと言っている日本人の11%が生まれてこなければよかったと感じていて1日に100人以上の人々が自殺しているでもどんなに絶望的に見える状態の中でも神はチャンスを与えてください希望のための目的のための未来のための

You are the light of the world. When Mahatma Gandhi once was asked how to solve the problems between Great Britain and India, he picked up a Bible and opened it in the fifth chapter of Matthew. ガンジーがです、ねえー、とイギリスとそしてインドの間に、まあ、ちょっとこう摩擦があったときに、えー、聖書を取り出してマタイの五章を読み上げたそうです。And there, and When your country and mine shall get together on the teachings laid down by Christ in his in this sermon on the mount, we shall have solved the problems not only of our countries but those of the whole world. あなたの国と私の国がこの3条の推訓の中でキリストが述べた教えについて意見の一致を見るならば私たち2国の問題のみならず全世界の問題をも解決することになるでしょう。このののというはイエス様が行われた 説教の中で最も重要であり、素晴らしいと言われているそして、イエス様、弟子たちに、あなた方は世の光ですとおっしゃいました。その聖書箇所を今からご一緒に読んでみましょう。まずです、ね、英語の方はマットと一緒にメッセージ訳からお読みください。 Okay let me tell you why you are here you are here to be salt seasoning that brings out god's flavor of this earth if you lose your saltiness you, how will people taste god godliness you have lost your usefulness and will end up in the garbage here's another way to put it you are here to be light bringing out the gold colors in this world god is not a secret to be kept we are going public with this as public as a city on the hill if i make you light bearers you don't think i'm going to hide you under a bucket don't you i'm putting you on a light stand now that i've put you there on a hilltop オナライトスタンド、シャイン !Keep open house, be generous with your lives.By opening up to others, you will prompt people to open up with God, his gener this generous father in heaven. では、日本語の方、私と一緒にこれは回復役で訳してるんですけれども、お読みくださいせーの。あなた方は知の塩である。しかも、もし塩が味を失えば。 何によって塩味をつけるのであろうかもはや何の役にも立たずただ投げ捨てられ人に踏みつけられるだけであるあなた方は世の光である山の上にある町は隠れることができない人は灯火を灯してそれをマスの下に置くことはしないむしろ食材の上に置いて家の中にいるすべての人を照らす 同じようにあなた方の光を人々の前に輝かせなさいそれは彼らがあなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父に栄光を期すためである Today, 今日はですねペンテコステの日なんですねペンテコステピーターポストピーターに preached h i s great sermon his first great sermon 使徒のパウロがきょう、今日ペンテコステの日2000年前に素晴らしい説教を唱えました。300, 3, なんとそれを聞いた3000人が救われたと聖書に書いてあります。On, on もうですね、私たちが信じているのと同じようにその時に弟子たちが信じていたことはイエス様が十字架にかかってでもよみがえってっていうその力を信じていたんですねこのペンテコステというのは初代教会がまず生まれたその日そのものなんですこのの時の時の時のの時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 のの時の時のの時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 のの時の時の It is really God, and we have to go out and share with the people. And since Pentecost, the light has been shining for 2000 years, and the torch has been given from one generation to the other generation. その弟子たちが光り放ったその光というのは2000年の期間においてまるで聖火のように世代から世代へ ウケツガレティーテ、キョコニチニタティワケツ。今日今日 And for our generation now, we are, you are, the torch bearers, the bearers of God's light, God's love in this world.So して今、こちらにいらっしゃる、みなさん、みなさん、ひとりひとりがそのせからんなであり、カミサマのせいなら、ヒヨトモシテイル、ランナーでありです。 パステル・リック・ウォーレン、イワンセット・ナインティスリープーセント・オフ・クリスチャンズ・ネヴェル・シェーデア・フェース・エヴェヴァディ。有名なリック・ウォーレン氏はこのように言っています。なんと93%ものクリスチャンたちが、今まで一度も神様の福音を伝えたことがないということです。 どうしてそんなに私たちはおじけづいてしまうんでしょうか、so、どうしてイエス様のために立ち上がって何かできないんでしょうか、so、どうしてそんなふうにおじけづいてリスクを伴うことを避けてしまうんでしょうか When Peter and the first apostles or first Christians stood up for Christ, for God's love, came down to this world, they did it by risking their own very lives. 使徒のパウロたちをはじめ初代の弟子たちというのはイエス様が人の形をとってこの世に 来られてそして十字架にかかって死なれたというその福音を彼らの命を懸けて人々に伝えましたそれはその弟子たちが自分たちの力で行ったのではなく精霊様からまさにその力をいただいてその力によって行ったことからですこれは私たちにも 今必要なことだとだ言えます、so、how, how でもどうしたらそれができるようになるんでしょうどうしたらいいんでしょうも,うもちろん簡単なことではありません。<laughs> 数分しか時間もないのでちょっとあの簡潔にまずシェアしたいんですけれども私たちが今先ほど読んだ聖書の箇所の中にそのヒントが書いてあると思いますそれは最初のポイントにつながります最初の「抜本的に違うものとなり妥協はしない」ということです「抜本的に違うものとなり ちょっとここで例え話をしたいんですけれども、えー、ユダヤ教の祭司と、えー、カトリックの祭司がいました。And they were good friends. お互いにいいに友達だったんで、すね day, でピクニックに一緒に行こうということになり、ハムサンドイッチを一緒に食べました。Said, you know, so、で、カトリックの祭司の方が、ユダヤ教の祭司の方に、このハムサンドイッチ、本当においしいよねって言いました。 I know you are not supposed to eat ham, but I don't understand why such a good things would be forbidden. もうあなたがそうやって肉とかハムとか食べないのは知ってるけど、なんでこんなに美味しくていいものを食べないのかって思うんだよねって。もうどうしてユダヤ教の中で決められた食べ物しか食べないのかなって思ってる。The それを聞いたユダヤ教の最初はこう答えます。At your wedding.

このようにというか言っていいんですか、えっと、抜本的に違うものとなり、妥協はしないというのがポイントです。 もうあの時々ですね、人と違うっていうこと自体があまりよろしくないものととらわれがちなんですけれど。You know, 私にもこんな経験があります。私がまだニュージーランドにいた頃に自分のクリスチャンの友達が私が読んでいる「ハリー・ポッター」の本を見てそんな本読んじゃダメだよと言ったんです。 Shirt, Pokemon to each one of them. またです、ね、私がニューホープに来る前に行っていたスイスの教会では牧師がポケモンの T シャツを着ていたことが問題になりました。 もうですね、あの教会にいた3人の子供が3人揃ってポケモンを着ていて問題になったんです。My, my said, to to ポケモンンの T シャャツを着るなななんんてて全然クリスチととしししよろしくないという指摘を受けました like, なんでっ そんなふうにです、ね、あのクリスチャンっていう本当に型をちょっと違ったある意味変な意味で固めてしまうということに気をつけた方がいいと感じています。Jesus, イエス様の時代というのは冷蔵庫というものがなかったんですね。Therefore, salt was used to preserve food.

Uh, and so it became useless and people would throw it away because you can't use it anymore to preserve. And when Jesus talks about us being sold, he means that we have a preserving, protecting influence in our family, on our working place, in our church, wherever you are, in our world. イエス様は私たちにまるでその塩であるかのように保存料としてこのように働きなさいと教えてくれました。 私たちの耳や目には毎日毎日嫌なニュースばかりが入ってきます、誰かが誰かを殺した、本当にあの性的な暴行を受けたなど、そういうひどいことのニュースで満ちています。Own, own things things もしかしたら、こちらにいらっしゃる皆さんの中にも、ご家庭の中で、また職場において、そのような経験を実際にされているという方もいらっしゃるかもしれません。 でもそのような本当に物事、えー、と何かが腐っていくようなひどいことから私たちは塩としての役目を果たしそれをいい状態にキープして保存していく必要があるんです。 そのためには私たちが勇気を持って一歩踏み出して何かを行うということが大切ですウィリアム・ウィルバフォースというとても有名なクリスチャン歴史の中で イギリス人の方でとてもあの権力のある家庭に育たれました。その時代の、まあ、高級あの、えっと、リッチな階層というリッチな人々っていう。

その証拠にですね、ウィリアム・ウィルバフォースのおじいちゃんがいたんですけれども、えー、おじいちゃんが彼のことについて、もしもあの子がメソジストとかクリスチャンになろうものであれば、私の遺産は一切彼には渡さないとまで言ったそうです。ウィルバフォースの人生はでまるで 成功した人の人生のカタログを読んでいるようなものでしたまずですねあの、政治にも加わっていたんですけれども、その中で最年少の政治家でした。He もう将来も有望で、とても富にも恵まれていました。Journey, でも、ある日、旅に出て。And he took with him Isaac そこでイック・ミルナーという方に出会いました。たイザック・クミルナーといいう方はケンンブリリジ大学の教授でいたんででんすけれれどももスチャンでもあられました。 And actually, Isaac Milner talked to Wilberforce that to be a Christian is the best thing he could ever do to decide for Christ. And as they traveled together, With every day, uh, they traveled, um, そしてです、ね、毎日のようにお互いに通い合いながら仲を深めていく中で、そのウィルバフォースはどん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 神様に近づいていきました。

お金や富に恵まれた優雅な生活を送る代わりにウィルバフォースは奴隷のために奴隷を解放する働きを始めます work, died, will, I mean, そして彼が本当に死ぬ直前にもう長年における人生をかけた戦いの中で彼はやっ と奴隷解放という宣言をイギリス国内で聞くことになります。And his friends that England こののウィルバフォースのおかげででと言言っても過言ではないほど例えば

向かって戦っていくというのは非常なも,うものすごい努力を必要としました for for、right. でもですねウィルバフォースは自分がクリスチャンになって改心した後議会の中で立ち上がって奴隷制度は良くないと勇気を振り絞って一声を上げたんです family, 皆さんが今職場や家庭においてどのような環境にいらっしゃるか私には分かりません。 How or how is God calling you to be solved there to, to make a difference by being different? When people get bullied or if you are asked to do things, group pressure kicks in, and you are asked to do things which you know are not right, what do you do? もしかすると、いじめを見ることがあるかもしれないし、集団的なこのプレッシャーの中で何かしろよと言って、良くないことをされる方向にこうついつい導かれていってしまうことがあるかもしれません。もしかすると、ご家庭の中で奥さんやお子さんからすごく嫌なことをされたり言われたりするかもしれません。 ももししかかかするると上司から意地悪をされるかもしれません do do? その時、皆さんはどうされますか <laughs> <Like downhill. S 1> もう感じたままに自分の感情がそれに反応するままに行動を起こしますでしょうか もしくはその時ひざまずいてこう祈りイエス様どうかあなたの目によって物事を見させてくださいと祈りますでしょうかここで2番目のポイントに移りたいと思います 2>, Be creatively engaged, isolate. 2番目のポイントは率先して溶け込み 孤立をしないですねすいません率先して溶け込み孤立をしない違うものになるということはとても大切なんですけれどもそれよりももうちょっとやっていただきたいことがありますというのもですね塩が塩入れの中にずっととどまった中では 何もあまり効果をもたらすことができないからなんです。We we so、detached, それはですね、あの教会として、本当にまだ手が届いていない人たちに。届く、手を届けるという使命を伴っています。

ジョン・ニュートンというあのアメージング・グレースを作った作者なんですけれども彼も実はまず最初はですね奴隷の商人として働いていたそんな人だったんです。でその、えー、とジョン・ニュートンなんですけれども。

このウィルバフォースは自分がクリスチャンになった後、10とニュートのところに来てこう相談したそうです。私は今クリスチャンになったので、あの本当に汚食だらけの汚らしいことばっかり起こっている。議会を離れてそれで。 違うところに行こうと思うんだよね、だってクリスチャンとして議会にとどまるのはいいことだと思わないので。Then, then, しかしニュートンは彼に公開します。父なる神様はあなたのことを教会と、そしてこの国々に良きものとして使わ,れ使わされたであろう。 もしかするとあなたはこ,んな時のこのような時代のためにそこに使わされたのかもしれないから。And that's what Wilberforce encouraged to stay in you know, the world and shine there for Jesus. その言葉を聞いたウィル・バッフォースは議会にとどまりそこでその暗闇の中で光を放とうと決めます other, you know, ここで、えー、一人のですね歴史上すごく有名な日本人の男性を紹介したいんですがカガワさんは誰かを知っていますか 香川豊彦さんという人物をご存知でいらっしゃいますか香川さんは、えー、すごく日本のクリスチャン歴史史上有名な方です。 1930年から1950年にかけて、彼は日本以外の国でとても有名になった日本人クリスチャンです。1955年にはノーベル平和賞も受賞されています。彼は伝道師であり、またですね、彼は、 えっと、国をもっとよくしようという、まあえっと、国の改新とか改革活動に加わったものです。またですね、戦争反対を強く訴えた人物でもありました。また1940年には日本が戦争反対をた 戦争中中国に対して行ったことについて正式に謝罪をした人物でもあります。でもそのために投獄をされてしまいます。Release, そして、東、えー、獄から解放された後にアメリカに行き、アメリカに、アメリカに行き、Sorry, アメリカに行き、アメリカに そしてアメリカに渡って第二次世界大戦をどうにか食い止めようと活動した方でもあります。 And after Japan surrender, そして日本は結局戦争に負け敗戦国となるのですがその敗戦国である日本とアメリカとの橋渡し役のような役柄も担いました。 そして日本とその当時の、まあ、天皇陛下ですねとの間お互いにすごくいい関係を保ちながら両国の、まあ、使徒というか、えー、仲介役を買って出た人物です。この方もやはり、えー クリスチャンとして立ち上がって何かやろうと勇気を振り絞って一歩踏み出した方であります。彼は日本とイエス様を愛していました。彼が死ぬ直前に残した言葉にこうあります。教会が強められ、日本が救われ、そしてこのように平和が来るように。 もちろん私はウィルバフォースではありませんし皆さんも香川さんではありません。 But God will not ask us or will not ask you one day why were you not more like Kagawa or Wilberforce? God will ask us one day why were you not more like Matt? Why did you not, for me, why did you not, not for you, for you, why were you not more yourself and shining as yourself in the place? でも神様はきっとこのように皆さんに問われると思います。もっとどうしてあなたはあなたらしくあなたの光を輝かせなかったのかいと先ほど読んだ聖書箇所の中に、えー、その私たちは神様の色カラーをこの世にもたらすものである。 Each of us has been, been given a certain color, a certain a certain gifts. 私たちは一人一人それぞれの色を持ちそれぞれの賜物をいただいているのではないでしょうか Newton, for for、right、そしてニュートンがウィルバフォースに言ったように皆さんはまさにこの時代皆さんが使わされているような場所に使わされるために召されたのではないでしょうかそして えー、皆さんがイエス様の色を隠さずにこのように出していくように召されているんではないでしょうか最後にですねガラクタス・ジャックという方を紹介して終わりたいんですがガラクタス・ジャックさんはですね政治家とかではないんですけれども,もアーティストなんですそしてシャイン・ジャパンの ンンンそしてそン・シャイン・ジャパンというのが今週に実は起こる大きなイベントの人です。Go 何をするかというと私たちがまさに表に出てって神様の福音を伝えそして人々を引きつけるという機会をもたらしてくれるものです。 ここでですね、アンディがステージに来て、もっとそのことについて話してくれます。ガラクタス・ジャックのことをもうちょっと話したいんですけれども、彼は DJ なんです。彼はその DJ の活動を行うときに、 必ず目標としている小さなゴールがあって、それはイエス様の光をこのように彼の D. J. を持って。表していくということです。えっと、ガラクタ。ガラクタクジャックの、フライヤーは皆さんのテーブルに。 椅子にあると思うんですけれども、まあですねいろいろ聞くよりも見た方が早いと思うので、ここで映像を用意しています、ご覧くださいいその後ににがステージに来てていろいろ説明してくれまます見てみましょう Come now, we rise into forever. We rise as one. We climb together. Time has come now. We rise into forever. Welcome, Andy. 皆さん、アンディです。う私もガラクタス・アンディーと言いたいです。今日は、この日は o m i n g f r 海外から来ている a です。今日ね、本当にたくさんのゲストが海外から来ているんです。

Oh, it first, it 28日木曜日ですねにぎわい座におけるイベントなんですけれども,、so、DJ music, もうさっきあの画像に出てたジャックがなんと私たちのためにお皿を回してくれるんですね。は弾けちゃいましょうみんなで。<laughs> ね、その他にもですね、ヒルソングのロンドンから、えー、とメディアワークショップのためにゲストが来てくれます。 これもですね、えー、と火曜日の夜に行われるんですけれども、もしフィルム作りとか映像に興味があればぜひぜひ。Well. またでして、ね、ロサンゼルスからはアニメ関係のスペシャリストも招いているので、もしご興味のある方はご参加ください。So, <Fun> ways. このです、ね、ニューメディアというのは、すごくあの次世代の若者に向けて発信する、えー、ミッションのうちの一つなので、すごく楽しめると思いますそしてそして最後に土曜日なんですけれども、えー、日比谷公園、東京で、ジョイフェスティバルという大きなイベントが <Woo! S 2>。もももうねっっともっとジョイが欲しい人 <laughs> Okay, so we're, we're expecting about a thousand people to come for this gig in Tokyo. <laughs>

もうぜひ土曜日来てください。もうこの日はですね、あの日本だけにととまらず、世界各国でこの日を伝道の日にしようと言って決められている日なので、本当に皆さんにとってもいい機会になると思います。そののの根本にあるももというのは誰でも どんな人でも友達や家族をを招待ししてイエス様のことを伝えられる機会にしようかあのどんな人を招待したらいいのかなってちょっと祈ってみてアイスクリームでも買って。 エサみたいにして釣ってもいいですし、もうあのどうにかして友達を誘ってみてください。Who loves ice cream? もうアイス好きですよね,、yeah. ね。もう好きなものをちょっと買って <Yes. S 1> 来ていただきましょう。OK。And during the whole week, we're g o n have training in the mornings. If you have time, please come and join us in Nigiwaza. えっとですね、また今週午前中はずっとトレーニングの時間も用意しているので、毎日毎日、にぎわいざで行う予定です。 Guests coming and sharing their vision for the young generation. You can see it on the screen here. 今の若者にどのようにして神様を伝えられるのかという、まあ、トレーニングを行う予定ですのでもしご興味のある方はぜひご参加ください。Ministry, ministry well. でまた予言とか癒しのミニストリーについてもトレーニングを行う予定なのでご興味のある方はぜひ。Training, worship, 10, もう10時15分から毎日トレーニングとそしてワーシップの時間も用意しています。 We we で毎毎日、えー、夜の部ではいろいろなイベントを用意しています。Go go またですねあのとある日の午後には表に出てってまあ。

もうどうにかしてやれるところまでやってみる。そして私たちの光を思いっきり輝かせようじゃありませんか。かり、yes, りましょう。う。ありがとう。緒にありがとう。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 ありが シャインジャパンですよ。もう私たちがリスクを犯そうとして踏み出す第一歩としてふさわしいイベントじゃないでしょうかね。今日は最後に正社 a 式を持って終了したいと思っています。イエス様は、えー 弟子にこう言いました私が世の光です。Uh, together, together, そしてこの生産式というのはイエス様が私たちの光であるということを覚える一つの機会でもあります。 特にですねこのペンテコステの日である今日をイエス様が光であることを覚えイエス様の前に出てそしてイエス様がしてくれたことに心を止めて感謝しようじゃありませんかどうぞ今あのジュースとパンを配ってください。 So let me read from 1 Corinthians. There in 1 Corinthians 11, uh, Paul is writing this. Uh, For I receive from the Lord what I Also passed on to you. 私はしゅから受けたこと、またあなた方に伝えたいのである伝えたのである。The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.Snowt, シュイエスは渡される夜、パンを取り、感謝してこれを咲き、そして言われた。 これはあなた方のための私の体である私を記念するためこのように行いなさい今日皆さんがこのパンを口にするときにどうか思い出してくださいイエス様はすべてを本当にすべてを投げ捨てて皆さんのために十字架にかかれました。 And Paul, in another place, he prays for the Christians to know, to know more how wide and deep this love is. Because it's this love of God which has to be the driving force behind what we are doing. When when we eat this bread please yeah, take a time to come in front of Jesus and ask him to fill you with his love and to thank him for what he did for you. And if there is any sin sins you are aware of in your life, confess them. そしてもし何か罪を犯してしまったなと心にあるものがあれば今日それを告白してください and,、uh, for そしてイエス様に許しを求めてください so, イエス様がしてくれたことを覚えて今これを一緒に食べましょう。 食事の後、酒カも同じようにして言われた。この酒カは私の血による新しい契約である。 <of> 飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。Cup, この酒を飲み、パンを食べるときはどこに置いても皆さんがイエス様のその素晴らしさを宣言するその機会となります。 そしてこの杯を飲む時にイエス様が再び皆様の身元に来てくれますそしてこの世の曲がったものを全てまっすぐに整えてくれます今感謝を持ってこの杯を一緒に飲みましょう。 Let's pray. Heavenly Father, thank you that you have chosen each person who is in this room. And thank you that you have used throughout history normal people to build your kingdom and to bring light and freedom into this world. そしてあなたが本当にこの世界の中に自由をもたらして自由の王国をもたらしてくれたことを感謝します。 そして私たちも今、あなたの声がもっと聞けるようにしてください。Are, um, 私たちは今、あなたの光をもっと輝かせるための準備を整えました。どうか今、私たちに。 勇気をくださいそして私たちが学校や職場やその環境において溶け込むことができるようにその勇気を与えてください。That that そこで私たちの光を輝かせることができるように。 そして私たちがまた違うものとなれるようにもしてください。help us not to compromise where we know we shouldn't compromise. give us this courage which we need to be able to be your salt in this world. そして私たちが塩気を持って塩とこの世の中でいられるようにしてください。In Jesus name we pray.Let's say together.Amen.